Hi guys! What's up? 竹原です。こんばんは。今日もよろしくお願いします。今日で10回目ですね。三日坊主の僕ですけど、10回続きました。っていうか、これからね、どんどん続けていきたいと思うんですけど、アルファベットが終わって、自己紹介が終わって、具体的なフレーズっていうのが今回初めてですね、ご紹介していきたいと思います。まず、今回は習慣ですね。毎日やってる習慣、癖、いつもやってるルーティンワークみたいなものを英語で表現するときにどうするかっていうところで、大事なキーになってくるのが Verb。これ動詞って意味らしいんですけど、日本語でも、要は動く動詞ですね。物を買う、食べる、寝る、起きる、走る、歩く、勉強する、いろいろありますけど、この動詞とあとは誰がっていう主語を交えて、主語プラス動詞、この主語プラス動詞、この2つだけでも OK らしいんですよ。この2つだけで、もう習慣、あなたの習慣なんですか、普段何やってるのみたいな感じで聞かれた時に、例えば I go to the park every day。 I go。 私行きます。これだけだったら、ぶっちゃけ何のことかわからないんですけど、 I go to the park。 公園に行きます。で OK らしいんですよ。go っていうのは行くっていうんで、どこへっていう話になりますけど、例えば I study English。 勉強してます。これだったら、何の勉強っていう、次の疑問が湧きますけど、勉強、何かの勉強してんだなと、習慣で毎日一定時間やってんだなっていうのが相手に伝わる。これだけで十分らしいんですよ。で、大抵はというか、実際には本当に主語と動詞しかありませんから、その後に頻度、どれぐらいっていう意味合いですね。回数とかそういうのが後につくことが多いらしいですね。保護というか補足ですね。例えば、さっき言った勉強、 I study だけだったら私は勉強します。で、その後に30分 30 minutes every day。 毎日、私は毎日30分勉強します。ここだったら順番ですけど、 I study English 30 minutes every day。 毎日英語の勉強を30分しますというところですね。で、こういう組み立てで OK らしいんですよ、基本は。何でもそうですよね。その中で一番大事なのが動詞っていうところですね。実際何をどうするのか、頻度っていうのは後から聞けばそれでっていう話になりますけど、その前に習慣は何をどうしてるのっていうのを話す、聞かれた時に言うことなんで、もう本当に I go、I eat、eat とか I sleep とか I get up とかは当たり前のことなので、人間であれば寝るし、食べるし、眠るしっていうことなんですけど、眠るでどっちなのっていうことでちょっと疑問に思ったことがあったんですけど、寝てて例えば、朝6時に目が覚めた。で、布団の中にいて目が覚めた、目がこうパチッと覚めたっていうだけだったら、中学校の時習ったのは起きるっていう意味を I get up、get up っていうふうで起きるって習ったんですけど、起きるっていうのは完全に目が覚めて、もう体を起こしてベッドから出てもう起きる、これが起きるらしいんですよ。で、目覚ましで目を覚ましたの目が覚めるとか、目を覚まして例えばウェイクアップというらしいんですよね。まあまあ豆知識ですけど、だから目覚ましたのは何時だけどウェイクアップあと6時に目が覚めたけど実際に起きたのはゲラアップ8 o'clock、 2時間はうだうだしてたっていう文章が成り立つというところですね。まあちょっと話取れましたけど、で、今日のその習慣のフレーズっていうのが、まあ、習慣っていうのはよくやること、毎日もしくは結構たびたびやることなんで、フレーズで「often」っていうのを使います。 OFTEN「He often」、これは「よく」って意味なんですけども、イギリスの発音だとこの t っていうのは言うらしいですね。 often often。 でもアメリカの英語だともうよく、まあ何回か説明してきましたけど、t を抜かすということで often often らしいですね。で he often slows、 ここは一番大事で、slow、 まあ言ってしまえばこれは動詞の部分ですよね。動詞の部分、スロー、開く、開催するっていう意味ですね。で、これはすで、スロー、指すのスローではないです。ズーで濁点にならないです。th のスロー、he often slow ということですね。スロー。で、この s っていうのは、なんか聞いたことあるなっていうところで、なんで S なの、複数形でもないのに。複数形っていうか、これは3単元の S ですね。三人称単数現在形ですね。まあ、私、I、You、あなた。これは二人称になるんですけども、一人称、二人称、あなたですね。だから、He っていうのは、目の前にいる人のことはあなたですから、で2人で話してる時に第三者の三人称っていうことで彼はっていう話をあなたとしてるわけですから、三人称を話す時の動詞で、あとは、単数、まあもちろん1人ですね。彼らだったら they are になるわけですから、he 一人ですね。彼はよく開く。he often slows。he often slows ですね。で、現在形。三単元の元は現在形なんで、過去未来でもないし、現在。よく開く。開いてたでもないし、開く予定です。よく開く予定ですっていうのも文法的におかしいですから、まあ大体よく開いてるよと。家で。at his house。で、これがまあ本当にもう反復して、まあ1日1フレーズですけど、まあ反復してよくするよって、まあこれが例えば I often 自分だったら、まあこれ自分に置き換えたら I often slow、 S がないですよね。 I often slow a party at my house、 僕はよくパーティーを自分家で開くんだよとなった場合にはI often throw a party at my house という感じですね。まあ、流れで言うと He often throws a party at his house で、この at は t ありますけど抜きますね。 at to って残ってるんだけど at もう抜けない。だけど a にちっちゃい点々の a って感じですね。 a his houseあ、ちょっと2に出そうなんだけど出してないみたいな、小さく出してるかな、まあその聞こえるか聞こえないかというところで、もともとあるんでまあ、出してもいいんでしょうけど、at his house でもいいんでしょうけど、まあ at his house の方が、滑らかに流れるんですね。 He often throws a party、 もうこのパーティーでもまあいいんでしょうけど、まあ流れるようにするんだったらもうこれは発音しないってことで t を抜いて party。 He often throws a party at his house。 He often throws a party at his house. He often throws a party at his house. でもこれを流れるように。まあ、もう he often, I often, you often. 君ってよく何々するよね。君は何々よくしてるよねとかって言ったらもうよく何々。だからもう主語、often、動詞っていうフレーズですね。しっかり覚えて。で、その後に何を、どこでっていうのがつながりますよね。だから例えば、まあちょっと文法合ってるかどうかわかりませんけど、he often talks、his girlfriend。まあ、彼のガールフレンドのっていう、のっていうのがちょっと思い浮かばないんですけど、これなんていうかな。そのまま直訳すると、彼はよく彼のガールフレンドの話をするっていうことだと、He often talks his girlfriend story になるでしょうかね。まあ、そこの文法とか、なんかそういうのはわかりませんけど。まあ、置き換えて、まあ、単語とか用語っていうのは後から、まあ、通じるとすればさっきのでも通じると思うんですね。He often talks his girlfriend story。ガールフレンドストーリー、彼女の話。彼の彼女の話をよくするよ。ああ、なるほどって伝わりますよね。で、よく何々。主語、オープン、よく。で、動詞。で、まあ、3つなげです。He often talks his girlfriend。まあ、なんでもいいと思うんですけどね。まあ、ここだったら、一番のフレーズで、まあ、定型文ということで、He often throws a party。このだけでもいいですよね。He often throws a party。彼はよくパーティーを開くんだよって。で、at his house。で、ここで、ガシャガシャって消してますけど、皆さん、ホームとハウスの違いって分かります？どっちも家のことだよねっていうのは共通してるんですけども、ニュアンス的にちょっと違いがありまして、何が違いがあるかというと、ホームっていうのは、まあ、誰か人がいるっていうことを前提とした家のことらしいんですよ。例えば、家に帰って、ただいまって時に、I'm home という表現もするらしいんです。I'm home って。これはまあ自分が住んでる。もしくは家族がいて実家とか、もしくは奥さんとか、家庭があるところに帰ってきて、I'm home っていうらしいんですよね。ここで I'm house って言っちゃうと、私は家だってなっちゃうんで、すごく変な表現にはなりますよね。だから、で、逆にハウスっていうのは、人が住んでいようが住んでいまいが、物理的な家、建物、まあ、一般的に言うところの一軒家のことを言うらしいんですよ。だから、例えば場所を表す。ここはもう本当に、his house、彼の家で、場所ですよね。名詞。ホームも名詞なんでしょうけど、まあ、どっちかっていうとちょっと形容詞的な意味合いがあるのかな。だから、アットホームな、家庭的なっていうところで、アットホームっていうじゃないですか。それは、あ、まあなんとなくそんな意味なのかなって。人がいてあったかい家庭の雰囲気、アットホームですよね。アットハウスとは言わない。ここはまあちょっとニュアンス的に日本語英語っていうんですかね、そういうのと意味合い的には合ってるのかなと。だから例えばどこで待ち合わせ、彼の家で集合しようって、ヒズハウスらしいですね。うん、でまあホームパーティーっていうと、まあこれもホームパーティーっていう名詞なんでしょうけど、人がいる温かいホームでみんな集まってパーティーをするっていう意味合いのホームパーティーでしょうから、ハウスパーティーとは言いませんもんね。だからまあどっちかっていうと本当に実際の建物自体のことを言うのがハウスで、場所を言ったりとかいう時にはヒズハウスで、まあ家庭的な雰囲気、ニュアンスだったりとか、みんなで集まってとか、人がいる、あくまでも人がいるというところの前提の、人が集まる、人がいるところの意味合いでいうところはホームと。人が住んでなくてもハウスはハウス、建物ですからね、という意味らしいです。ですから今回のこのケースはヒズハウスというところですね。だから例えば言ってしまえば彼の家庭っていうとヒズホームになりますよね、ニュアンス的には。家庭環境っていう意味だったら、まあ、ホームなんとかとかっていうのを使うでしょうしね、そういう形の部分ですね。はい、ということで一応最初のワンフレーズ、自己紹介から続いて普段何やってるのみたいな感じのところで習慣の話になった時に、よく何々するよっていう。僕の場合だったら、まあ、歩くのが趣味っていう話しましたんで、I often walk 1 hour to 2 hours about every day っていうかな。 about っていうのが大体っていうのは、大体、まあ、こういう表現が合ってますけど、まあ、ニュアンス的にはそうですね。まあ、その文法が合ってるかどうかっていうのはちょっとご容赦ください。まあそんな感じですね。まあまあ毎日って言うんだら、I often walk every day. I often walk 1 hour to 2 hours という感じになります。なので、例えば、まあ自分に当てはめて考えるのが一番いいと思うんで、まあ僕の場合はパーティーは開きませんので、この文章直接はなりませんけど、結局自分の環境って当てはめてみて、要は自分の習慣を言ったりとか、説明紹介するのに使うフレーズになるんで、まあ I often 何々、例えばよく何々するっていうことなんで、一つでつなげるんだったら I often study English and walk and hear English とか、まあそういう感じで and でつなげて、まあ2つ3つぐらいでしょうかね、つなげていったりとかで、まあそれを毎日やってるんで疲れる言ったら、そうだからとか、それでとか、そうだからそうないないってつなげてもいいですよね。だからこんな感じで自分に当てはめて、使えればいいかなと思います。まあ、今日長くなりましたね。19分20分近くなりました。はい、では、今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。 See you next time!